リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリンゴです。まず先に皆様にお願いです。もしよろしければこちらのチャンネルの、チャンネル登録、そして高評価、そして、各種 SNS ですね、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。本日の本題はこちら、コケリウムアップデートということでね、はい。ちょこちょこアップデートされていくコケリウムでございます。はい。で、今回何をアップデートしたかと言いますと、以前ね、少し滝を作ってはいたんですけれども、なかなか、まあ水がね、すぐなくなっちゃって、あんまりうまくいってなかったので、一旦やめてたんですよ。で、いろんな、まあ、部材というかね、100均とかいろいろ見て、その道具をいろいろ足すことによって作れないかなというので、まあ、考えていて、出来上がったのがこちら。はい。実はですね、これ、こないだね、ちょっと作ってたんですけれども、苔の配置は変わってません。で、奥のところに新たにマスを置いて、マスから実際にこう水が流れて竹をね、伝って、なんだろうな。流しそうめんみたいな感じでね、水が下に流れるという構造になっております。で、また、前の時はね、このポチャポチャポチャって垂れてくる、この水がですね、水しぶき、ポチャって流れて、こうしぶきが出るじゃないですか。水ってね。そのしぶきが横の方にね、流れて、この、なんていうのかな、ここプラケースがあるんですけど、そのプラの水が入るケースから脇に出ちゃって、で、いっぱい下から垂れちゃうっていう状態だったんですね。で、まあ、それをしてなかったとしても、この中って、ワインセラーの中って少しこう、蒸発してしまうことっていうのがあるんですね、水が。で、すると、その水がワインセラーの横の脇のところから流れてきて、で、下のこのトレイに溜まっていくんですけれども、以前作った時、1日で満杯になるぐらいにここがね、で、びちゃびちゃだったんですよ。で、そのびちゃびちゃな状態がすごいよく起きてしまっていて、で、一旦あれをね、やめてたんですね。で、いろいろ作り替えをしたらいけるんじゃなかろうかというところで、アップデートしたのが今回。これでね、水しぶきが飛ばなくなりました。で、ここのね、水、水槽の中の水も、水槽というかまあ、カラーケースなんだけど、100均で売ってるね。なんだけど、ほとんどそこから水がこぼれることはなくなりました。少し、やっぱりこの、苔とかが水を吸っていくので、少しずつ水っていうのはね、なくなってはいくんですけれども、減っていくんですよね。はいくんですけれども、大幅に下にこうね、水が溜まるということはなくなりました。で、どういう仕組みかというとですね、これ、この奥に、もう一旦ちょっとちょろちょろちょろっていう水しぶき出ちゃうんですけど、あそこに、ろ過装置がございます。で、ろ過装置の水を吸って、マスのここですね、これ。映せないな。映せないな。指でやるね。ここ。ここ。だからチューブみたいなのがあるでしょ。チューブみたいなのがあって、滝というか水が出てるでしょ。ああいう形で、上に行って水が流れて、で、このマスの中に、このマスね。こうした方がわかりやすい。このマスの中に水が入って、で、横をね、はい。切り込みを入れてるんです、あんな感じで。君どっちかな？君はどちらの子かな？あ、君はカルちゃんですね。カルちゃんがいて、ちょっとあれですけれども。はい、そこにね、切り込みがあるんですよ。で、切り込みがあって、水が流れて、で、造花ね。ちょっとメタセコイアっぽい造花ね。にこう伝って流れるんですけど、流れても結局ビチャビチャビチャってこうなっちゃうんで、この滝をね、滝をというか違う、竹か間違った竹をね入れて、その竹を伝って下に水が流れるという構造になってます。はい。で、上の方もね、水がああやって溜まって、はい、進んでいくっていう状態でございます。で、苔は変わらずいつものままですね。で、少しここのね、葉っぱが成長してきて、下によくイモリも山椒も、イモリはね、沖縄シリケンイモリが、カルちゃんとロウくんってオスとメスがいるんですけれども、プラスエゾ山椒は今1匹ですね。黒くんですね。男の子なんで黒くんがいます。で、モノちゃんっていう子もいたんですけれども、モノちゃんはですね、私がお世話になっている飼育員さんの元へ、行きまして、理由だけ説明するとですね、北海道でこちら、捕まえた野生の個体なんですけれども、エゾサンショウウオだと思って捕まえてきたんですよ、2匹。で、ほぼエゾサンショウウオみたいな見た目の子だったんですけれども、両方とも。片方がですね、足の指の本数がちょっとエゾサンショウウオとは違って、エゾサンショウウオって実は、よいしょ。ちょっと見てわかるかな?あんまり手で持つとあなたためね。前足が4本、後ろ足もは5本なんですけど、北山椒っていうのがね、北海道にありまして、で、北山椒って天然記念物なので、基本飼育がダメなんですよ。で、足の本数だけ見るとですね、4本だったんですね。で、見た目の色としてはエゾ山椒と同じようなタイプの、こういう表面の色だったんですけれども、成長していくにつれて、金色のラインが2本出てきたんですよね。で、金色のラインって、北山椒魚に見られる特徴なんですよ。っていうのを、私の知り合いの飼育員さんに相談をして、まあ、その飼育員さんは飼育及び研究だったりをしてるので、そういう天然記念物っていうののね、飼育に携わることとかも、まあ、認可を取ることができるっていう形なんですよ。なので、そちらの研究施設の方に、モノちゃんは行きました。で、モノちゃんはそちらの方で実際いろいろ調べていくと、おそらく北山椒魚だろうと。ただ、エゾ山椒魚のような特徴も出てると。なので、しっかりちょっと研究しないことにはわからない可能性が。エゾサンショウウオだったり、サンショウウオとかイモリだったりっていうのは、違う種と、なんていうんですか、産卵とかもできるわけですよ。なので、エゾサンショウウオと、北サンショウウオの合いの子みたいな子っていうのもできなくはないっていう話だったんですね。で、事例としては、少数だけどあるっていう話だったんです。もしかするとそういう子かもしれないと。で、しかもそういう子が、北海道で見つかったっていうので、実際に研究施設の方でちょっと調べないとねっていう形で今そちらの方に行ってます。はい。なので、うちに帰ってくることはもうないです。私はそういう認可を取れるわけではないので、天然記念物をね、飼ってしまうのは、違法となってしまうので、まあ、そうはならないように、進めたという状態です。なので、知り合いの方のね、そういう詳しい方がいてよかったなというところですけれども、はい。そんな感じで今飼育をしております。はい。で、実際ね、今は後ろはあんな感じで、で、そこの手前がちょっと、隙間がね、ちょっと空いちゃったので、ここは人工芝を折って刺すって感じですね。で、手前は苔と多肉植物を入れて、で、なんかいい植物が見当たらなかったので、とりあえず流木をぶっ刺したっていう状態の手前。なので、こう、手前から奥にこうね、なだらかに流れるように、作ってあります。で、今この状態にして、温度の設定は10度。11度、12度ぐらいまでは、ちょっと上下があるかな。12度、10度ぐらいかな。の上下はあるんですけれども、苔も、こう、しっかり育ってますし、山椒もイモリも、気持ちよく育ってくれております。そして水もね、外に出ることがなくて、いい感じの、私としてもね、飼い主側も、ストレスが少ない状態で飼育ができているという状態になります。もうワインセラー、もうね、この子たちのために1個あげたっていう状態ですからね。ちょっとやってることは人によってはアホちゃうって思うかもしれないけど、はい、そんな感じでございます。で、実際滝がね、ああいう感じでできるとね、ちょっとヒーリング効果とかもあって、こう、風情がありますよね。はい。うん。みんなすくすくと育っておりますね。ちょっとね、サンショウウオちゃんだけね、人工給餌してあげないとご飯なかなか食べないというところでね、なんか赤虫もわらじもちょっと食べなくなっちゃってて、ちょっと痩せ細ってたんで、ちょっとお口をね開けて、そこに人工飼料をね入れて、食べてもらうと。でその結果ね、太りました、ちゃんと。はい、わからないよね、私は日々見てるからわかるんだけどさ、結構ここがねブリブリに太ってきております。はい、ちょっとこの調子でね体調が戻っていくといいなと。あとは自分でね人工飼料だったりとか赤虫をまた食べてくれると安心できるんですけれどもね、山椒はイモリに比べると拒食をしやすいですね、私が飼っていて思うのは。なので山椒はちょっと拒食があった時にはね気をつけなきゃならないなってすごく思いました。人によってはねその人工給餌のやり方っていうのが大変だったりとか、無理っくりちょっと口開けて、でそこにね、ご飯入れてあげて、で口閉じて食べさせるっていう形なので、賛否はあると思うんですけれども、この子のねまずご飯を食べていただくというところでうちの家族になったからには成長していただかなければなっていうところ、あとは最後までね責任持って飼育をしていかなければなっていうところもありますので、ちょっと拒食気味なところはあるんですけれども、痩せ細るよりはいいかなと思ってやっております。でちなみに山椒はそういう感じなんですけど、イモリに関しては普通に赤虫をバクバク食う。しかも最近人工飼料も手から食べるようになりました。はい、ちょっと嬉しい限りです。山椒ちゃんもそんな感じでね、なってくれると嬉しいところです。はい、ということで本日はね、コケリウムのお話とうちの山椒とイモリのお話を少しさせていただきました。どうでしょう？良くないです？はい。もうこのワインセラーね、超いいよ。見てると癒されるしね。で、そうそうそう、ここにね、LED もあるから、光合成もちゃんとしてくれるし、酸素がね、この中綺麗な酸素が流れてるんですよ。本当こうこの空間を切り取るともうほんと綺麗で美しい感じのヒーリングの効果がありますね。上はちょっと見ないでレオパゲルを冷やしてるので、ここでレオパのご飯ねを冷やしてて、レオパゲルと横にスポイトね、これはもうほんとこいつらにしか使わないスポイト、ここのうんちを取って捨てる用のスポイトなので。でしかも水使った後に水が垂れてくるんで、ここだと水垂れてきてもいいやって私が思えるのでここに置いてるんですけれども、はい、なので そこはちょっと気にしないで。でもこの下だけ見るとさ、ほら綺麗でしょ。はいっていうところでございました。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方も見てみてください。また、過去に様々動画上がっておりますので、よかったらその動画も、ご視聴いただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。